皆さんこんにちは。豊平区にある学校法人発酵学園北海道農業専門学校にやってきました。発酵学園さんには畑や牧場があり、豊平区で農業や酪農を身近に感じられる場所です。今日は北海道が生産量日本一の牛乳について、豊平食育先生に教えていただきます。牛や実際に牛乳を絞る様子も見せてもらえるようです。それでは豊平区のキャラクターコリンとメータンと一緒に牛乳のお話をいろいろ聞きに行きましょう。それでは今回、牛や牛乳について教えてくれる豊平食育先生は発酵学園の児玉先生です。児玉先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速ですが、こちらの建物は何ですか？この中に牛が住んでいる牛舎になります。では中に入ってみましょうか。はい。わあ、たくさんの牛がいますね。はい。ここは牛が生活する場になります。でも仕事場でもあります。ここの中でご飯を食べたり、ここで寝たり、あとここで搾乳も乳搾りもするので、生活する場になりますね。はい。なるほど。そしたらここが牛が暮らす家っていうことですね。はい。なるほどですね。結構今綺麗になっているんですけど、掃除とかも結構されたりするんですか？はい。これ1日餌はご飯は3回やるので、そのためにもちろん綺麗にした方は綺麗にしますし、ベッドの方も毎日1日1回綺麗に全部寝床は変えてしまいますから、で毎日うんちをすればすぐに交換っていうふうにもなるので、常に綺麗な状態を保つようにはしています。やっぱり牛にとってもこの綺麗な状態にしておくってことがすごく大切だっていうことですね。人間と一緒ですんで、常に綺麗な空間に置いておいてあげるっていうのが非常に重要になります。はい。なるほど、やっぱり掃除もすごく大切だっていうことが分かりました。それでは毎日牛の掃除とかもされるんですか？はい、ブラッシングって言って、この子たちはまあ夏の間はシャワーを浴びたりすることができるんですけど、それができないので毎日ブラッシングって言ってこういう毛並みを整えてあげたり、はい、あと時間があれば尻尾も洗ってあげたりしています。さっき45頭ぐらいいるっておっしゃってたんですけれども、はい、毎日ブラッシングするのって大変じゃないですか？それでもそうしないとやっぱり安心安全な見る牛乳を作るっていう上で非常に重要で、牛たちにストレスを与えないっていうのも重要ですので、それは毎日欠かせない仕事になります。なるほど。牛だけじゃなくて私たちが飲む牛乳にもすごく大切なことなんですね。はい。先生、牛は毎日何を食べているんですか？皆さんは牛は草だけしか食べてないと思われてるかもしれないんですけども、実は草以外にいろいろなものを食べているんですよ。そうなんですか？はい。草はもちろん主食として食べるんですけど、他に、トウモロコシを発酵させたサイレージっていうのも食べています。あと副食として穀類、トウモロコシだとか大豆だとか、大麦だとか、そういう穀類も食べています。草だけしか食べていないと思っていたので、いろんなものを組み合わせて食べているのはすごく驚きました。そうですね、牛乳をいっぱい作らなきゃいけないので、草だけでは足りないので、いろんなものを食べさせて実は牛乳を作ってるんですね。そうなんですね。草だけじゃ足りないんですね。はい。牛は今いろんな種類、草以外にもたくさん食べているというふうにお話ありましたが、1日でどのぐらいの量を食べるんですか？大体現物になるんですけども、実際食べてる量にすると大体45キロぐらい食べるんですね。だから結構人間にしてみるとものすごい量食べてると思うんですけども、それぐらい食べないと牛乳の生産はできないっていうことになります。そうなんですね、はい、45キロも食べてるなんてちょっと考えられなかったです、はい。それではこの搾乳機を使って次は牛の乳を絞っていきたいと思います。いつもこの機械を使って牛乳を絞っているんですか？いや、いつもは使ってないですね。これは病気の牛とか個別に絞らなきゃいけない時だけ使う搾乳機で、本当はこちらのかかってるこちらの搾乳機の方で毎日絞っています、はい。なるほど。じゃあ45頭分なのですごい量が今取れるってこと？
そうですね、だいたい牛が1日に絞れる牛乳の量がだいたい3、うちでは33リッターぐらいなので、まあ、それが1日2回なので1回ずつがだいたい15、6リッターぐらいの牛乳を1回に絞れるっていうような感じになります。あ、すぐに牛乳が出てきましたね。はい、このようにして1日に2回毎日に搾乳をしています。だいたい1年間で1万キロぐらいの牛乳が生産されることになります。そんなに出してるんですね、はい、これはうちの赤ちゃんの飲む分を作ってるっていう感じなんですか？うちが自分の子供の分以上の生産をしてくれるので、それを我々が横からいただいているというような感じになります。あ、はい、そうなんですね、はい、今日は先生のお話を聞いて酪農や牛について知ることができました。それでは改めてこの仕事のやりがいは何ですか？そうですね、酪農のやりがいはやはり牛を小さい時から育てて、一緒に牛乳を生産していくっていうことが、やりがいにつながっていると思います。酪農というのは牛と人間が協力し合ってやれる畜産業っていうのであるので、非常にそこにやりがいを感じています。なるほど、牛と人が協力し合ってできるというところに先生はやりがいを感じていらっしゃるんですね。はい、なるほど、自分の子供と同じように牛にも愛情を持って育てているということですね。はい、それでは先生、最後にこの動画を見てくださってる皆さんに一言お願いいたします。はい、私たち酪農家が愛情を込めて作った牛たちから作られたその牛乳を皆さんがたくさん飲んでいただけると非常に嬉しいです。でもその中で牛乳が嫌いで飲めないっていう子がいましたら、チーズや乳製品、ヨーグルトなどの乳製品を飲んで食べていただけると非常に助かります。皆さんもこれからたくさんの乳製品を食べていただけると非常に我々酪農家は助かりますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。今日は先生のお話を一日聞きまして、牛乳を作っている皆さんが愛情を持って牛に接していることや、あとは牛は私たちの食生活に欠かせない牛乳を分けてくれているということを学びました。これからですね、牛を作ってくる皆さんや牛に感謝をして牛乳や乳製品を食べていこうと思います。それでは児玉先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。